川県、中学高校、制服人気ランキング。まずは中学校から。第5位、金沢市立浅野川中学校。金沢市にある公立中学校。制服は、男子はスタンダードな爪入り学ラン。女子は今季調のセーラー服です。カラーの部分に白の日本線が入っているのと、リボンが白で爽やかな印象。とてもデザインが可愛らしいセーラー服です。石川県は雷の発生数、全国1位。通常、雷は夏のイメージがありますが、石川県は冬の発生も多いのだそう。冬の雷を、降り起こしと呼ぶのだそう。第4位、金沢市立牧名中学校。金沢市にある公立中学校。制服は、男子はスタンダードな爪入り学ラン。女子は今季調のセーラー服です。カラーの部分とリボンが、グレーで珍しいデザイン。可愛らしいと評判です。金沢といえば、油取り紙が名物。実は、金箔を作るときに間に挟む紙が起源なのだとか。第3位、金沢市立市近代中学校。金沢市にある公立中学校。制服は、男子が制服の王道である黒の爪入り学ラン。女子の冬服はセーラー服です。今季調にカラーに白の日本線の入った可愛らしい制服。胸元のリボンが紫色なのも珍しいセーラー服。夏服は白のセーラー調のブラウス型でカラー見込んで日本線が入っています。紫のリボンはここでも可愛らしさを演出しています。金沢市は古くから栄えた金沢城周辺と新しく開発された金沢駅周辺の2つの市街地があり、それぞれライバル関係にあるのだそう。第2位、西陽中学校。金沢市にある私立中高一貫校。男子の制服は黒学ラン。夏服は半袖ワイシャツにスラックスとオーソドックスなスタイル。女子は冬服がコンジャケットに同色のスカート、白ブラウスに胸元の大きなリボンが特徴的。夏服は学校としての統一感がある制服です。部活動が盛んで、全国的にも知名度が高い学校の一つ。松井秀喜や本田圭佑もここから世界へ羽ばたいていきました。第1位、北陸学園中学校。金沢市にある私立中高一貫校。男子の制服は濃青のジャケットに、えんじ色のネクタイ。女子は清楚な濃紺のセーラー服。えんじ色のカラーとリボンが可愛らしいと評判。夏服は男子が半袖シャツにスラックス、女子は白が基調のセーラー服。青いカラーとリボンが爽やかさを印象付けています。これで中学のランキングは金沢市の学校が独占。続いて高校。第5位、県立小松明豊高等学校。小松市にある公立高校。制服は男女ともに上着はコンブレザー。男子はチェック柄スラックス、ストライプ柄ネクタイを着用。女子はチェック柄スカートに赤系の大きなリボンを着用。ダブルのジャケットがとてもオシャレで新鮮なデザイン。小松製作所や小松空港で有名な小松市。良質な石材が産出されることから、実は石の町としての側面もあります。第4位、県立金沢泉ヶ丘高等学校。金沢市にある公立高校。制服は男女ともに上着はコンブレザー。男子はグレースラックス、ストライプ柄の入った緑ネクタイを着用。女子はグレースカートに男子と同じネクタイを着用。男女統一感がある制服でとても可愛いデザインです。県内トップクラスの進学校。文武両道を掲げ、9割の生徒が部活動に通う。泉ヶ丘魂を育んでいます。第3位、金沢大学附属高等学校。金沢市にある国立高校。制服は、男子はスタンダードな爪入り学ラン。女子は今季調のセーラー服タイプジャケット。大きめのリボンが爽やかな印象です。とてもデザインが可愛らしいセーラー服です。金沢大学の附属高校。ちなみに正式名称は、金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校であり、日本一長い校名です。第2位、県立金沢伏見高等学校。金沢市にある公立高校。制服は、男女ともに上着はコンブレザー。男子はスラックス、えんじ色のネクタイを着用。女子はチェック柄のスカートに男子のネクタイと同じ柄のリボンを着用。とても可愛らしい制服と評判です。伏見川のほとりに立地しており、授業を受けながらリバーサイドビューが楽しめます。いや、授業に集中して。いよいよ第1位の発表。第1位、遊学館高等学校。金沢市にある私立高校。制服は男子はコンブレザーにストライプシャツ、グレーのスラックスにネクタイ。女子はセーラー服に白スカーフ。夏服は白基調のセーラー服にコンスカーフで、とても爽やかな制服です。高校野球ファンにはすっかりおなじみ。2002年には、創部わずか1年4ヶ月で甲子園初出場を果たしたことが話題になりました。いかがでしたでしょうか。今回紹介した以外にも、制服が人気の学校は山ほどあると思うので、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録もお願いします。